皆さんこんにちは。歯学部1年生から6年生、そして国家試験の2生、マンツーマン個別指導スクール東京レンタルスクールの岡田です。本日はですね、こちら生理学、ホルモンですね、ご紹介していきます。こちらはですね、テストで非常に品質ですよね。しかし結構最後までですね、覚えてない学生さんいらっしゃって落としてしまうということがあって、必修とかですね、英流行地っていうですねことにもなってしまいますので、しっかりですね勉強していきたいと思います。まずはですね、こちら下垂体、見ていくんですけども、下垂体ですね、こちら前葉と後葉ですよね。前葉から出るもの、こちら成長ホルモンですね、または刺激ホルモンありますよね。刺激ホルモン、甲状腺刺激ホルモン、副腎皮質刺激ホルモン、そして性腺の刺激ホルモンですよね。こういった刺激ホルモンですね、そういったものは前葉から出るわけですね。そして、こちらプロラクチンですね、これがですね、前葉ですね。ですから前葉を覚えるときはですね、成長ホルモン、プロラクチン、そして刺激ホルモンですね、またそれぞれの刺激ホルモンがどこに作用するかも覚えれば、ここはですね、まずは覚えられたということになります。そして下垂体後葉、これが一つ試験ですごい出やすいものですね。下垂体後葉は神経分泌なんですね。神経分泌で2つ選んでくださいとかですね出たりするんですけども、まずバソプレシンですね、これ抗利尿ホルモン、これはですね、まあ、尿を出さないと、皆さんあの血液ですよね、これが、将来尿になって出ていくわけなんですけども、その時にですね、こちら集合管でですね、ナトリウムが、再吸収することによってですね、水も一緒に、再吸収されるんですね。ナトリウムと水は一緒にこうイメージ的には吸収される。そうするとですね、まあ、尿出ないんですけども、結果的にとして血圧が上がるわけですね。このバソプレシンはですね、このどこに作用しますか、集合管という問題もよくテストでますので覚えてください。そしてオキシトシンですね、オキシトシンは分娩促進とかですね、こういった作用があります。次がですね、ご紹介するのが、消化体見ていきましょうかね。消化体はこれメラトニンですね。メラトニンというのはこれ睡眠ですね。ですから例えば12時に寝れば、12時からこう出てくるわけなんですけども、こちらサーカディアンリズムの形成になりますね。そしてメラトニンでですね、よく出るの前駆物質1つ選んでくださいという問題よく出るんですね。これセロトニンですね、しっかり覚えていただければと思います。そして甲状腺、甲状腺ホルモンといえばですね、こちら露胞細胞ですね、こちらトリオロサイロニン、サイロキシンですね、チロキシン、これ有名ですよね。これは、代謝の更新です。そして某露胞細胞からはカルシトニンですね。カルシトニンは血中カルシウム濃度を下げるということですね。これはですね、某露胞細胞かどうか、露胞細胞かも含めてですね、覚えとかないと間違えてしまうので気をつけてください。そして副甲状腺上皮小体ですね、これはパラトルモンですね。パラトルモンはカルシトニンの反対のイメージですね。血中のカルシウム濃度を上げるということですね。そして次が膵臓です。膵臓はこちら A 細胞、B 細胞、アルファ、ベータと思いますけど、そして D 細胞ですね。この A 細胞はですね、グルカゴン、グルカゴンは血糖値を上げます。血糖値を上げるということはですね、まあ、血液中の、グルコースですね、増やすということで糖新生促進するわけですね。それに対してインスリンというのは血中の、血糖値を下げるわけですね。下げてですね、その下げた糖分はどこに行くんだって考えれば、これは肝臓とか骨格筋というものが試験的によく出るんですね。そして D 細胞、ソマトスタチン、ソマトスタチンは役割はですね、今の A 細胞のグルカゴン、そして B 細胞のインスリンをですね、共に抑制するようなイメージですね。ホルモンは非常に多いんでね、あの大変なんですけど、次はですね、副腎ですね。こちら皮質と髄質があります。皮質から出るものはコルチゾールですね、そしてアルドステロンですね。まあ、コルチゾール、糖質コルチコイドとも言いますよね。こちら血糖値を上げますよね、血糖値を上げる。でアルドステロンはですね、こちらナトリウムの再吸収によって、まあ、血液量をですね、細胞外液量を増やすということですね。これで先ほど覚えていただいてた、バソプレシンですね、下垂体後葉、下垂体後葉から出るバソプレシン、そして副腎皮質から出るですね、アルドステロン、これが共にナトリウム再吸収することによって水を再吸収して血圧を上げるようなホルモンですね。そしてですね、次が副腎髄質ですね。副腎髄質はアロエナリン、ノルアロエナリン、こういったものカテコーラミンとも言われますよね。
特にノルアドレナリンからですね、アロイナリン、なるとですね、こちらアロイナリンには、こちら血圧上昇に加えて血糖値の上昇作用があるということもですね、しっかり覚えて、そして気管支は拡張するんですね。拡張のこと弛緩ともテストれますので、合わせて覚えてください。そして胃からはですね、こちら胃酸を分泌するガストリンですね。これはよく結構有名だったりします。そしてよく皆さん試験間違えるのはですね、ホルモンが出る場所を選んでくださいって言って、例えば副腎とか選べるんですけど、小腸って選べないことあるんですね。小腸、特に十二指腸ですね。ここからもですね、セクレチンコレシステキニンというものが出ます。つまりですね、小腸はホルモンと関係してますかって皆さん質問あった時に、いや腸関係ないでしょってなったりしてしまうんですね。結構そういう方多いのでしっかり覚えてください。こちらセクレチンはですね、膵液の分泌ですね。こちら膵液を分泌することによって逆に胃酸のですね、分泌を抑制するという働きがあります。そしてコレシストキニンですね。コレシストキニンはですね、胆嚢収縮っていうものがよく、テストされますね。胆嚢収縮するホルモンを選んでください。コレシストキニンということですね。そしてですね、次に腎臓を見ていきましょう。腎臓はホルモン出るっていうと最初ですね、そんなことあったっけってなってしまう方も多いんですけども、こういったですね、関与しているものにレニンですよね、エリスロポエチン、活性化ビタミン D3 ですね、こういったものがあります。まずレニンというものが非常にテストで安いですよね。レニンは酵素の一つですよね。こちらにある通り、アンギオテンシノーゲンですね。フィブリノーゲンもそうなんですけど、なんとかノーゲンっていうのは、そのなる前のものをっていうことなんですけども、アンギオテンシノーゲンからですね、このレニンによってですね、アンギオテンシン1が産生されますね。そしてエリスロポエチンは赤血球を作るということですね。なので腎臓が悪い人はですね、エリスロポエチン作られないので貧血になったりしやすいわけなんですね。そして活性化ビタミン D3、活性化ビタミン D3 はですね、こちら腸からのカルシウムの吸収ですね、そういったものを促進していきます。そして性腺からですね、テストステロン、エストロゲンですね、プロゲステロン、こういったものがあるんですね。テストステロンというとですね、男性のイメージですね、骨格筋がですね、こう、強くなる、よくスポーツやってる人、筋肉ある方ですね、テストステロン。男性ホルモンですね。それに対して女性ホルモン、こちらエストロゲンですね。女性の二次成長のホルモンはエストロゲンになります。そしてプロゲステロンもですね、テストに出ることも最近増えてきたんですけども、こちら月経の周期とかですね、あとは基礎体温の上昇、妊娠の準備とか維持ですね、こういったものに関係してます。ホルモンはですね、このようにですね、非常に多いので最初覚えにくいですね。またこちらに扱ったものは代表的なものですので、まずはですね、こういったものを覚えて、そしてだんだん細かかったりですね、また作用機序とかそういったことも覚えていくといいと思います。まずはですね、ここの、ものをですね、何度か確認しながら覚えていただければと思います。東京レンタルスクールでは1年生から6年生、そして国家試験浪人生、マンツーマンによる個別指導で定期試験 CBT 国家試験、対策を行っています。東京での講義のほかですね、オンラインで用いてですね、例えば週1回2時間とか週1回3時間、例えば大学2年生とか1年生もそうなんですけども、4年6年のですね、進級や、CBT 国家試験、例えば週1回学校終わって夜とかですね、マンツーマンの成功シーンと、実力をつけていけます。当スクールもそうなんですけども、近年ではですね、国家試験も難化しておりですね、非常に解きにくい問題も増えてるんですね。そのため低学年からですね、まずは基礎知識しっかりつけることが大事です。また執筆させていただきました「シカナビという書籍は、全科目が一冊になった教科書です。そのためですね、例えば2年生とか低学年、どこをですね、将来勉強したらいいか分かんないとか、例えば他の学校の学生さんはどこまでどれぐらい勉強してんだろうとか、そういったガイドラインですよね、の一つとしてですね、目安で学習いただけます。また CBT や卒業試験、国家試験の最終的なですね、確認、こちらある書籍にあるようなことをしっかりですね、まずは覚えることが大事なんですね。また臨床自治問題集、正問題集、様々発売しですね、こちら、人気をいただきですね、こちら版を重ねておりますので、ご購入時には、最新の版をお求めいただければと思います。ぜひ皆さんしっかり勉強してですね、何かあれば、ご相談いただければと思います。東京レンタルスクール岡田でした。